チームの対戦相手は、レイヴンテール？毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ロクサス、頼むぞ。こいつは何の真似だ。一対一の試合じゃなかったか。全部叩き潰してやるよ。話にならねえな。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぜ、クソ親父。何の話だ。本当に知らねえんだけどな。ま、何でもいい。まとめてかかってこいよ。マスターの敵は俺の敵だからよ。
俺の勝ちだな。雷流の王か！あんたの目的が何だか知らねえが、やられた仲間のけじめは取らせてもらうぜ。俺の家族はフェアリーテイルだ。家族の敵は俺が潰す。ナルミカズキ。試合に出ておったのか。フェアリーテールが勝ったんだよね。レイヴンテールが幻影魔法を使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか、ともあれラクサスがウェンディとルーシーの敵を取ってくれたんだね。お知らせします。競技の結果、レイヴンテイルはマスターの出場人数違反で失格となりました。レイヴンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザも気づいたか。この会場内からマガマガしい魔力が漂っている。私は調べに行ってくる。私も行こう。
相手がゼルフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストか、フェアリーテイルの大切な仲間だ。そうだな。何？ん？向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう。正体を確かめるぞ。急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストが、マスクが。ジェラール。違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か、救護班を呼ぼう。触るな。ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、キル王の方。キューランシン。そんな、フォトンスライト。エルザ・スカーレット、ジェラ、やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。まだだ。フルランシン、カント、天輪の鎧、サークルソード。抜かぬ太刀の方。ジェラール、貴様は許さん。待てか、黙れ、キル王の方。キューランシン。そんな、上等ベニザクラ。エ
エルザ・スカーレット、やはり貴様もジェラ邪魔をするな。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。まだだ。キューライシング、カット、天輪の鎧、アークレット王の邪魔をするな。エルザ・スカーレット、守る。王の方、そんな、ジェラ、待て、黙れ、切る、王の方、キューランシン、そんな。エルザスカ、やはり貴様も邪魔をするな。エルザスカーレット、覚悟せよ。まだだ。キューライシング、フォトンスライド、邪魔をするな。エルザスカーレット、守る。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。何だと。これを使う。王の方、の方、そんな、ジェラール、待て、黙れ、切る、王の方、く、キューライシング、そんな、エルザスカ、やはり貴様も邪魔をするな。エルザスカーレット、覚悟せよ。まだだ。キューライシング、
フォトンスライド。邪魔をするな。エルザ・スカーレット。守る。これを使う。覚悟せよ。王の方。なんだと。はい。フォトンスライド。抜かぬ太刀の方。王の方。フォトンスライド。抜かぬ太刀の方。王の方。これを使う。王の方。これを使う。王の方。フォトンスライド。抜かぬ太刀の方。王の方。はい。フォトンスライド。抜かぬ太刀の方。王の方。これを使う。王の方。フォトンスライド。抜かぬ太刀の方。王の方。ジェラール、待って、黙れ。王の方。急乱心。そんな。これを使う。すまない。大丈夫かジェ。エルザ。覚悟せよ。すぐ回転。将の方。仕方ない、この魔法で。これを使う。すまない。すぐ回転。将の方。まだまだ。ナントはどこだ。こっちだ、こっち。早く止めてくれ。このままではまずい。今は逃げるぞ。ジェラールが。もうよい、落ち着いた。分かっている。もう大丈夫だ。すまない。奴らがかくまっていたのか。
危なかったな。あれはマーメイドヒールのカグラ三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。世界を厄災から守るためにあの魔力を追う。俺は行くよ、エルサ。ジェラール、罪とは簡単に消えぬものなのだ。レイヴン・テイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの？いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイスタワールってなんだ？イワンから聞いたのか。欲しがってるようだったな。まったくあのガキは。エアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメンイスタワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。分かっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラクサス、分かっていただけますか？変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンのやつはどこでその情報をつかんだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。泣いてなんかないです。泣いて、泣く、初代が。ラクサス、綾瀬、ほれ。ハードル高すぎんぞ、それ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か、どんなことやるんだろう。演目上は大魔刀演武と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ、全部勝つ。元気してた？私は大丈夫です。それより
セイバートゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな、お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているものだ。今日の競技パートは何かな。魔力測定？なんだろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。うん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 この装置を攻撃する一定時間、フェアリテールの皆さん、本日は魔力一定時間、フェアリテールの皆さん、本日は魔力一定フェアリテールの皆さん、開け
扉、レオ。アイダ精霊を強くするレグレスインパクト。行くぞ、行くぞ、アイスメイ、行くぞ、ソーンドエクスカイバー、ガリューノ、行くぞ、カント、行くぞ、やってやるよ、ガリアイスメイク、アイスプリンガカリューのゴー、おーっと、やばい、くっそー、本日はマリオ一定フェアリテイルの皆さん、開け砲兵級の扉、ベニザクラ、行くぞ、アイスメイク、行くぞ、ソーンドエクスカイバー、ガリューのモーター、任せて、行くぞ、行くぞ、カント、行くぞ、アクレットオーダー、アイスメイクハンマー、やるや、くっそー、本日は魔力一手フェアリテイルの皆さん、上等ベニザクラ、コーンドエクスカイバー、ダッシュ、天の答え、天を開き、あまねく全ての星をし、その輝きをもって我に姿を示せ、テトラベブリス、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり、荒ぶる門を解放せよ、全天88世、あれ、ウラノメトリア、行くぞ、扉、アリエス、
やばくそー本日は神魔力一定フェアリテールの皆さん本日は魔力一定フェアリテールの皆さん魔力一定フェアリテールの皆さん
その輝きをもって我に姿を示せ。テトラルブルス、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全殿88世、あれ、ウラノメトリア。本日はマリッチフェアリテールの皆さん、本日はマリッチフェアリテールのみ。
荒ぶる門を解放せよ。前転88点メイク、アイスブリンガー、フォトンスライド、行くぞ、競技パートは何かな。俺に任せろ。本日はかなマリオ行ってフェアリテールの皆さん、本日は完全魔力一致フェアリテールの皆さん、行きます、行くぞ、ガリューの任せろ、よくがけ、楽しい気分、行くぞ、行きます、行くぞ、ガリューの絶好決める。
我ら星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世の競技パートは何かな。俺に任せろ。本日は魔力一滴フェアリテイルの皆さん、
本日は丸いってフェアリテールの皆さん、叩き込んでやったぜ。その調子です。バトルパートの相手はと、ちょうどよい。みんな集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。レイヴンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの？低い方にジョンズらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。よし、